クロストリジウムズナは、クロストリジウム属及び他の同様の属を含み、高度な多系統群である、フィルミクテスモンのツナである。クロストリジウムズナは、高気象呼吸がないことによって、バシラスズナと区別される。クロストリジウムズナは、変性菌寄生菌であり、酸素は、クロストリジウムズナに有毒である。クロストリジウム属の種は、しばしば、グラム陽性ではないが、 画法形成する能力を有する。研究によると、クロストリジウム属は単系統群ではなく、その関係は完全には分かっていない。現在のところ、ほとんどがクロストリジウム目と呼ばれる単一の目に置かれているが、これには不確定な要素があり、将来再定義される可能性がある。クロストリジウム属のほとんどの種は、環境中の多くの場所、特に土壌中に見出される。 不正生物である。しかし、その属にはいくつかの人病原体が含まれている。クロストリジウム属の特定の種によって産生される毒素は最も危険なものとして知られている。破傷風菌によって産生される破傷風毒素及びボツリヌス菌によって産生されるボツリヌス毒素が例として挙げられる。いくつかの種は細菌性疾煙を有する女性から管理されている。 この綱に属する注目すべき種は次の通りである。ヘリオバクテリアとクリステンザネラもクロストリジウムズナに属する種である。この群によって産生される酵素のいくつかはバイオレメディエーションで使用されている。クロストリジウムズナに属する菌は土壌や人や動物の腸内細菌などによく見られるため、世界中でクロストリジウムズナによる障害や感染症が見出されている。 微生物に対する宿主防御はほとんど存在せず、自然免疫はほとんど存在しない。クロストリジウムズナは感染組織の病変の特徴及び細菌培養のグラム染色によって診断することができる。体は十分な防御力を持っていないが、この細菌はペニシリンのような抗生物質とより重篤な症例を防止するためのデブリードマンの助けを借りて制御することができる。 ありがとうございます。